えずてめえ殴るわ。目障り。ほら。ほら。勘弁してください。おおっと、おお、あ、どうせ何なんだ。来い、行くぜ。何してんの？いいじゃないですか先輩、お願いしますよ。そこは適当に合わせといてさ。お久しぶりです。おお、キリュウか。はい、先日出所してまいりました。で、セラの葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねえって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。
飛竜。背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と甲賀を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。まで蒸しってやるよ。目障り。許してくれ。付き合いのあいつは、おいてめえ、止まれ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。錦山がここに？ああ、遥かは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。冴の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの遥ちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか、
このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか、まずいぞ、キリュウ。聞き込みで遥かの足取りを追うんだ。登場か。おっと。おい、お兄さん。ちょっと下がら。出してんじゃねえよ。目障り。キリュウさん、やっぱりご無事だったんです。あれ、でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何？あ、はい、すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。いや、ちょっとそこまでは。でも、店。わかった、ありがとう。なんか酔っ払った怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで。七福通りの駐車場のところ。
酒持ってこい。おい、小さ。うるせえ。酒だ。酒持ってこい。おい。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ。酒だ。酒持ってこい。おい、女の子を見すいません。さっきまでここに。どこに行った。どこかの公園とか携帯で話してました。聞き込みで遥の足してください。おいおい、大丈夫か。おい、やめて。
お願いします。とりあえず財布出そうか。後悔するな。聞き込みで春ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになればわかりますよ。お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ！クソ！カズキたちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。
伊達さん、無事か？いや、はるかが。くそ、浅井が腕を撃たれた。お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人はるか大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね。私が勝手なことばかりするから。はるか、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木。お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、はるか。
リュウさん。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあって辛かっただろうから。だが遥は傷は浅い。それにあの子にとっちゃ玉の遊びの方が。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった。傷は大丈夫なのか。うん、もう全然平気だよ。伊達さんも玉がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか。本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマの。お？ああ、おま。さよう。
だ。セイヤー。うま。ええ、おじさん、私もう大丈夫だから。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。腕も大丈夫だから。分かった。うん、待てよ。いらっしゃい。どうしたの？